爽やかな風がピッチを通り抜けていきます。フットボールファンの皆さん、こんにちは、ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。フリーにさせてはいけない。スローイン、これは危ない。スローイン、放り込んできた。ここで折り返す。流れを止めた。抱え上げる、ヘッドでつなぐ。おっと、ファールを取られました。イエローカード、 PK を与えられました。入った、ゴール、ブリリアントゴール。もう一度見てみましょう。オフサイドの網にはかからない。おっと、前半終了の笛です。
前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は1対0。さあ中西さん、ここまでの試合どうご覧になっていますか？そうですね、ちょっと苦しい試合展開でしたね。監督が修正してくるんじゃないですか？はい、どうもありがとうございました。それではこの後も試合をお楽しみください。さあ後半戦が始まります。これはちょっと危険なプレーでした。ヘッドでつなぐ、ナイスセーブ。後半5分経過しました。スローインです。抜かれた。スローインです。これは危険だ。折り返した。後半25分経過。誰に合わせるのか。コーナーです。さあチャンス到来。ふわっと上げる。中に絞ってきた。ここで笛です。行き詰まる熱戦に決着がつきました。負けました。1点が入りませんでした。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか？はい、非常に見応えのある試合でした。はい、どうもありがとうございました。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。失礼しました。それではフットボールファナティックの皆さん、ごきげんよう。